ジョアキン・アルベルト・シサノは、モザンビークの政治家で、第2代大統領。ポルトガル植民地モザンビークに生まれ、黒人として、初めて現地高等学校の生徒となった。リスボーン大学医学部に留学後、1962年に、モザンビーク解放戦線に入党、大学を中退して、祖国独立運動に身を投じた。ポルトガルからの独立後は、 フレリも政権において1975年に外省に就任し、11年間留任した。その後、反政府組織のモザンビーク民族抵抗運動との内戦が勃発し、1986年に飛行機事故で急死したサモラ・マシェルの後任として大統領に就任した。就任後は、それまでの社会主義政策を改める内政改革と西側に接近した現実的、 外交戦略により内戦終結に成功。戦後政権を決める国連監視下の1994年、総選挙にて再度大統領に選ばれた。死者の政権下でモザンビークはアフリカで最も経済発展と民主化が進んだ国の一つとなり、その功績が認められて2003年にはアフリカ連合の第二大総長となった。憲法では参戦可能であるが、 日記終了時の2005年にアルマンド・ゲブーザにその座を譲った。引退後は2006年に国連のスーダンガンダ地域での紛争解決の特使に選ばれ2007年にはアフリカの優れた指導者へ送るもイブラヒム賞の第一回受賞者となる。温厚で調整力ある人格と現実的な行動力で母国に平和と発展を実現した。 政治家として内外から信頼されており、現代アフリカを代表する指導者の一人である。ありがとうございます。